皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。ポニーキャニオンより1989年3月20日に、ファミコンのディスクシステム用ソフトとして発売されたアドベンチャーゲーム。ジャニーズ事務所所属の男性アイドルグループ、光源氏とタイアップしたゲーム作品。光源氏のローラースケートが全員踏ん奪われてライブを開催できなくなってしまったため、メンバーと共に犯人を捕まえるという内容になっている。ゲーム内容。オーソドックスな推理もの風アドベンチャーゲーム。光源氏のローラースケートが、全員踏ん奪われてライブを、開催できなくなってしまったため、メンバーと共に犯人を捕まえるというあらすじ。ゲーム内容は、下記で説明するアドベンチャーパートを、メンバー7人分プレイすると、いうもの。全員のローラースケートを、取り戻すとエンディング。ちなみに、オープニングで登場するコンサートホール、ビッグボール、は、毎年3月に完成した読売ジャイアンツの、新本拠地キューバ、ビッグエッグ、こと、東京ドームのパロディと、思われる。本作と同日に光源氏の、東京ドームでのライブコンサート、光源氏、東京ドームコンサート、おい、ゆ、1.15.16 を、収録したビデオ、収録日はタイトルの、通り1月15、16日が発売されており、冒頭で語られる、この街で初めて行われるコンサート、箱根を指しているものと思われる。光源氏がライブを東京ドームで行ったのもこの時が初めてなので、そういう意味でも現実通りだが、さすがに東京ドームの名称使用権は取得していないと思われる。光源氏のメンバーと一緒に12カ所ある街の施設で、聞き込みをして犯人を見つける。メンバー側の選択肢は常に、聞いてみれば、あげてみれば、見せてみれば、の3択。選んだ項目からさらに出る4択を、選んで決定する。他作品の、聞く、渡す、見せる、に、近いが、メンバーが提案し、提案を受けたプレイヤーが、考えるというシチュエーションで、光源氏のメンバーと密接に、関わり合ってお互いに協力して、進めているという気分を出そうというものである。情報収集、犯人見つける、スケート靴を、取り返して感謝の言葉を、言われる、と一応ファンへの、対応はしてもらえる。また、一度ローラースケートを回収したメンバーを、選んで再度捜索することもできる。問題点。光源氏感覚というワード。説明書に、パートナーの、光源氏が色々と尋ねる内容を、聞いてきますから、光源氏感覚で質問してください、と、書かれているが意味がわからない。選択肢も不真面目な質問や、変な行動ばかりが候補の、大半ともあれば、ファンは怒るのではないだろうか。設定、ストーリー周りのご都合主義が、極まっている。何より窃盗事件なのに、警察の立場がない。なぜ一般人たる主人公一人だけが、なぜ光源氏のメンバーと、捜索せざるを得ないのか、という部分から始まり、予備や、代わりのローラースケートを用意すればいい、というあたりまで、常に突っ込みどころが存在する始末。自分の商売道具が盗まれたのに、聞いてみれば、あげてみれば、見せてみれば、と他人任せで、自身の積極性が感じられないコマンド。プレイヤーとの対話という気分を出すという意図にしても、聞いてみよう、あげてみよう、見せてみよう、など、他に適切な言い回しはいくらでもあるだろう。聞いてみれば、基本的に、手がかり、犯人のこと、などが選択肢に上がるが、仕事、年、など、明らかにどうでもいいものが、混じっている。あげてみれば、は、チケット、お金、や、チップ、などは色じみたものが、混じっている。真心、のような形のないものに、加えて、天ぷら、悲鳴、って、など、言葉遊びまとな選択肢まで、含まれる。
見せてみれば、も、ポスター、などの証拠を、見せる用法のほか、やる気、など形のないもの、中には、舌、を出す、おへそ、など、記号も、項目内の選択肢に、あれ、それ、これ、とか、わけがわからない適当な項目が、出現することも、光源氏のメンバーは、愚か、プレイヤーキャラでさえもやる気があるとは、到底思えず、本当にファン向けゲームとして、作ったのか?と疑いたくなる。同じようなシナリオを7人分繰り返すだけで、ストーリーのバリエーションがない。ヒントや会話の内容がほんの、少しだけ変わっているが誤差。似たコンセプトの、TM、ネットワーク、ライブ、イン、パワーボール、も、世界見の設定的にはかなり無茶苦茶な作品ではあったが、シナリオそのものは筋が通っていて、作品としては成立していた。7人分のローラースケートを、盗んだのがそれぞれ別人なのに、グラフィックは全部一緒。そのうちの1人は、未成年だからスナックに、入れてもらえないかな、などと、言っているが、ソリの入った頭にサングラスとどう見ても、柄の悪そうな中年のおっさんにしか、見えない。目撃証言を集めて、犯人にたどり着くと突然、私が、犯人、だよ。スケートを、返すよ、と犯人が自白して、解決する。事件性あるストーリーもないので、手口や事情なども一切ない。警察に自首した、返したらメンバーが、寛大に許してくれた、などといったものも、語られない。とりあえずコンサートは開催できたというぐらい。真っ当な会話もするつもりがない選択肢が、多すぎる。事件のことを尋ねてもろくな答えが、返ってこないことも多いため、総当たりで答えを見つけるほかない。ジングルが鳴ることで正解そのものはわかるが、ヒントの出し方が低レベルである部分を、修正してほしかった。作品のターゲットは女性のはずだが、一番会話量が多いはずの、光源氏のマネージャーが、きつめのセクハラし放題。この時代はいろんな意味でおおらかというか、セクハラは女性が涙を、飲むしかない時代だったことを、反映しているのだろうか。エンディングは、ガラスの十字路を、バックにメンバーが踊る様子が、流れるだけ。しかもほとんど OP と映像が、変わらず演出も手を振っているのみで、体が一切動かないまま左右に、平行移動するだけ。エピローグやスタックロールもない。全体的に雑なグラフィック。アドベンチャーパートではキャラクターの、目が死んでいる。半剣ゲーとして致命的。メンバーがローラースケートを、取り返してもらって感謝の、言葉を述べる際の顔が白目を、吐いているようにしか見えない。第2に光源氏メンバーですら書き分けが、うまくできていない。かろうじてバンダナでセンターが、諸星は見しだとわかるくらい。身長に至ってはメンバー全員が、見事なまでにぴったり同じで、キャラゲーとは何なのかと言わざるを得ない。一応、服の色の違いで光と、源氏のメンバーを区別しているらしいが、後の4人は判断できる材料が、皆無。最初に主人公の性別、名前、生年月日、血液型など、細かく入力させられるが、途中の簡単な占いのためにしか、使われない。一つでも入力が抜けていると、占い師は、わからない、という答えを、返してくる。エンディングで表示されるメッセージの、入力が可能なのはファン向けの、こだわりとして悪くはないのかもしれないが、上記の通りゲームの根幹であるストーリー展開に、感情移入できないようでは無意味も、当然。好きなアイドルに任意で甘い言葉を、囁いてもらう、という恋愛シミュレーション的要素だと、思われるがゲームとしてダメなものにそんな要素を、追加されたところでという感じである。しかも、そのメッセージも、あ行の、行音、や、行音符、が、使えないなど、こだわりがあるはずの部分なのに、中身が明らかに不十分。あ行の行音、はゲーム中でも、使われていないので仕方ないとしても、行音符は、スケート、コンサート、などで、使われているのに、ここで使えないのはさすがに、気が利かない。他に、光源氏という単語も、特例的に登録されているのに、ここで使えないのはどうかと、思われる。
評価点。タレントプロデュースゲーは多いが、憧れのアイドルと一緒に、過ごす、ゲームとしてはレア。乙女ゲーにつながる要素もあり、シナリオさえ真っ当ならばさらなる評価が、見込めたはず。BGM。ゲーム開始時には、スターライト、エンディングには、ガラスの十字路、が、使用されている。FC としてはそれなりに聞けるレベルで、質が高い。総評。タレント系のゲームはもともと出来に、ムラがある傾向にあるが、憧れの、アイドルと一緒に過ごすシチュエーションを、体感できるゲーム、という思考そのものは、悪くはなかった。だがグラフィックの再現性の、低さ、アドベンチャーの中核であるストーリーが合ってないようなものでは擁護のしようがない。ファンならば一応光源氏の、アイテムとしてだけでも嬉しいと、思えるかもしれない一方で、逆にファンだからこそ、似てないグラフィック、気分を、害するおふざけに全振りしたセリフ回し、に、起こった可能性も否定できない。滑り散らかした松が、ダメなものばかり集めてしまった、この作品の、評価である。余談。外部評価。ファミリーコンピュータマガジンの、1989年度ファミマガゲーム大賞、では、ワースト、を、記録し、1985年12月以降の、累計でもワースト6位だった。ゲームの発売直後の同誌1989年9号には、ゲーム性は抜きにして光源氏グッズの、一つとして買われたようだ、などと、書かれていた。最も売り上げランキングを、見るに、評価の割にはスマッシュヒット級と言える程度には、売り上げがあったと見える。1989年の、ディスクソフトのパッケージ売り上げ本数では本作が約6割を占めるほどで文句なしのトップを記録し、初巻を含めても SD ガンダムワールド、ガチャポン戦士、スクランブルウォーズ、マップコレクションに次ぐにと評価に反して売り上げまで最悪ではなかったようだ。しかも当時のディスクの売り上げは書き換えが主力で1989年のパッケージ販売の総売り上げ本数は前年の1号機るわずか約45万本、前年の1988年は約237万本と特に衰退著しく不振だった。それに対して初巻は1988年は829万回に、対して1989年は454万回と、急落したとはいえそこそこの水準は保っていた。そんな中でテレビ CM も、打たず、パッケージ販売専用であり、ディスクにしては3200円と高めの価格ながらこれほどの売り上げを、叩き出したことは大金星と、言っても差し支えないだろう。ブニカの、アメリカンバー、と、エスキモー社の、クリスピーナ、大塚食品社の、マイクロマジックポテト、という、光源氏が広告に出演した商品はゲームに、登場するが、このゲーム自体の CM は放映されることはなかった。上記の通り、スターライト、ガラスの、十字路、が FC としては、質の高いレベルで実装されているのだが、最大のヒットを記録し前年レコード大賞も、受賞した、パラダイス銀河、1988年3月発売、は、含まれていない。上記の占い用に入力する生年月日のうち年は2桁しか、入れられないが、当時は、昭和、がデフォルト、だったので、それを指している。そのため昭和生まれ以外には、対応していない。明治、大正生まれのおじいちゃんおばあちゃん、後にプレイする平成、霊数生まれの、世代は正しい答えが聞けない。平成生まれの世代がアドベンチャーゲームを、する年齢になった頃には解散していたのが、幸いか。同梱の相性占いカードを、裏返すとメンバーが横に、並んだ写真になっている。ゲーム本編そのものはファンにとっては、がっかり間違いなしだがこれが、多少は慰めになったかもしれない。このカードの中心がメンバーの、中でも一番人気の諸星くんになっているのだが、相性占い版が回転式になっているせいで、彼の脇腹に風穴が開いている。ゲーム中に、何ののサイン、というものが、出てくる。何の、とは南の陽子氏の、相性であり、人気女性アイドルの一人。彼女の所属レーベルは CBS ソニーなので、公式ではないのだが、平らかな時代ゆえ許された表現というべきか。ジャニーズ事務所は肖像権管理に、厳しく、ゲームとは楽曲提供以外ほとんど、接点を作っていない中、この作品は珍しいものであった。
数少ない出演作として、V6 を題材にした、プロジェクト V6、TOKIO の松岡正宏氏が、主演の、針のバラ、木村拓哉氏が主演の、ジャッジアイズ、死神の、遺言、が発売されている。当事者としての論評も、後年にいくつかなされているが、どれも散々なものである。諸星は見、中身なんてないですよ。TBS、ザ、ベスト10、にて、大沢喜生、売れなかった、自身の、著書、昨夜未明、大沢喜生が死にました、にて、概要。1980年代後半から90年代前半にかけて、凄まじい人気を誇ったジャニーズ事務所所属の、男性アイドルグループ、光源氏と、タイアップしたアドベンチャーゲーム。発売元のポニーキャニオンは当時光源氏の楽曲をリリースしていたレーベルでもあるので、まさしく完全公認のゲームである。光源氏はローラースケートを履いて歌い踊るパフォーマンスで人気を集めたグループだった。本作は、そんな光源氏と一緒にアドベンチャーしたい女性ファンをターゲットとしていた様子。そのため、主人公を設定する際の、デフォルト性別が女性だったりパッケージの、外観が CD ケースと、同一だったり、付録に占いカードが付いていたりしている。パッケージ専売のみで、ディスクソフト恒例の書き換え販売は、されなかった。ゲーマーの意見、消しゴム意見。当時、人気絶頂だったジャニーズ系アイドルユニット、光源氏を、冠にした作品をなぜ、ディスクシステムから出したのだろう。これが、この作品の最初のツッコミところです。コンサートが始まる前の会場から出てきた光源氏の、メンバーの次のセリフからゲームが、始まります。僕たちのローラースケートが盗まれた。スケートを、取り戻さない限り、この街で、コンサートを、開くことはできない。誰か、僕たちのスケートを、取り返してくれ。現物を引っ張り出して画面を、見ながら書いてます。この時点で、スペアは持っていないのか、と、突っ込みたくなった人は、自分だけではないと思います。作品自体は、コマンド層あたりが通用するアドベンチャー作品です。プレイヤーは光源氏のメンバーの、中から1人を選び、2人で街に出て聞き込みをして、犯人を探し、ローラースケートを取り返す内容は、聞き込みの時に飛び出す行動や、セリフ、突然犯人が名乗り出て、ローラースケートを返すと、突っ込みところのオンパレードです。自分にとって、この工程を7回繰り返すのは、拷問以外の難物でもありませんでした。ファンアイテムというコンセプトを、クリアしていたため、最悪、はつけません。桜井健。当時大好きだったアイドル、光源氏を扱ったディスクシステムのゲームです。しかし、今思い出すほどに脱力感あふれるゲームだったような。ゲームの筋としては、コンサート会場から盗まれたローラースケートを探さないと開演できない、ということで、主人公、一応男女選択か、と、メンバー、これも選択か、とが、犯人探しをする、というものでした。情報を聞けばまず詰まることも、なく、あっさりクリアできた構成は、ゼルダの伝説、をやり込んだものとしてあまりに、女子のゲームの腕を、舐め切ってるのか、単に名前だけ出せばあとは、どうでも、という意識が作り手にあったのか。今となっては謎ですが、無事スケートを発見すると、コンサート開演。と、これがエンディングなのですが、またその映像のだるさといったら、当時のソフトのスペック云々の、レベルだったと思います。汗、カスタマー意見。ジャニーズのアイドルユニット、光源氏たちが主人公の、アドベンチャーゲームです。間抜けなことに、盗まれてしまった大切なローラースケート靴を、探すため、街で情報を収集して行きます。光源氏のメンバーたちとの、相性占いもあります。Thank you.